今日はなんとこの太陽光が照ってる中で仕事をしてみたいと思います。イエーイ。はい、蓄電池です。この前買っちゃったやつと、これ太陽光パネル、これでなんとパソコンと携帯とカメラの充電をしながら仕事をしてみます。よし、じゃあ行きましょう。プチ、はい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 、じゃーん、来ました、炎天下の下です。さあ、ここでじゃあね、太陽光をね、発電してみようと思います。めっちゃ照ってますね。私の頭も照ってます。はい、ということでこれやってみたいと思います。熱い、あーもうやだ。これね、じゃーん、60W ということで、60W の太陽光パネルです。 60W っていうとですね、普通の LED 電球でない電球、2時間分ぐらいだと思っていただければと思います。この上かった、じゃん、このバッテリー、ここに蓄電していきます。よし、はあ、じゃあまずね、これつないでしっかり本当発電されてるかっていうのを試したいと思います。はい、いくよー。お、来てる、もうすでにもう来てる来てる、 42W。 これ結構ねすごいですよ。ずっと鍵してますよ。はい、どうですか、ここ。あ、消えたね、消えた消えた。じゃあもう一回ちょっと、じゃん、よいしょ。さあどうだ。まあ、太陽にね、いい感じにね発電してくれてますね。ちょっとね、これね、最適角っていうのがあって15度とか16度とかって言われてるんだけど、じゃん、45、結構いってますね。はい、なんと太陽光発電できました。嬉しいよ、嬉しい。じゃあちょっとここでこのバッテリーくんから携帯に充電できるか試してみたいと思います。よいしょ、熱いよっていうか、やば、よいしょ。これ私今日ね、ちゃんとできるか、充電器持ってきました。よし、あ、間違えた、これ違う、これのじゃん、これこれのだった、携帯の充電忘れちゃった、ちょっと待って、にゃん。ということで失礼しました、ちゃんと携帯の充電器ありました。そんでこの私のはい、私のこの iPhone バッテリー残量が少なくなってます。残り 20% ということで、とっくり充電してみたいと思います。よいしょ、はーい、どこ挿すのかにゃ。これ USB スタッツとね、コンセントさせるんですね。で、これいくと、お、あれ、これか、これ押して、あれ、お、来た、来ました。なんとここ雷マークついてます。ゴッドエネル充電中、ほら、嬉しい嬉しい、カルちゃんでーす。はい、充電してる、見づらいね、まあ、いっか。はい、ということで無事に携帯も充電できました。あとでちょっと曇ってきたからまた 20W になっちゃった。最大ですね、これ 60W のパネルなんで、だいたい 90% 出たらかなりいい方ですよね。90、60、55W とか、さっきね51まで行ったんですよ。で、今ちょっと曇っちゃってるから27とかなんですけど、で、また昼間のカンカン照りの時はもっと行くんじゃないかな。結構発電してますね、今ね。携帯の充電、ちなみに 16W とか、この太陽光で3回とか充電できますね。
無事に充電できた。はーい、私も汗だくです。じゃあ引き続きちょっと今日はお仕事ということでワーケーションそのまましてみたいと思います。じゃあねー、じゃーん。こんにちは、ワーケーションです。今流行りの青空オフィス、ここのオフィスなんと自分たちで電気発電できます。あれ私の太陽光と蓄電池いいでしょう、使いたいでしょう。パソコンも携帯も充電できちゃうんですよ。ちなみに携帯の充電がだいたい 15W とか 20W で、あの太陽光のパネル 60W の出力がある携帯2台は余裕で充電できちゃいます。パソコンも充電しながらできちゃうんですよ。で、こんないい環境どうですか。1時間1000円からレンタルできます。ワーケーションに漏れなく電気予報士ナナちゃんもついてきますよ。お得でしょ。これね、はい、天然の足プール。暑いからね、暑いとほら熱中症になっちゃうじゃないですか。だからちゃんとこの環境は足プールもついてるっていう。これで1時間1000円、電気予報士ナナちゃん付き。しかも時間表示 CO2 フリーの電気付き。いいでしょ、使いたくなったでしょ。企業セミナー、そう、企業研修とかにぜひこの青空オフィス使ってください。で、しかもここは都会のオアシスだからお腹が空いたら美味しいものも食べれます。ちなみに今日はカフェで朝ごはん食べてきました。こうすると市場連動スタイルの電気料金の人でも夕方ワーケーションすれば電気代高くならなくて済むんですよね。しかも自家消費の CO2 フリーだから。くどいって思ったでしょ、またくどいって思ったでしょ、ビーだ。じゃあ仕事します。いつでもこちらまでお問い合わせください。おはよう、おはよう、おはよう、かる。